皆さん、おはこんばんにちは。黒肌貴公子ことまったり音屋です。そろそろ日本の車検時期が近づいてきて、タイヤの残り溝が気になりだした BMW650GT です。今回は日本丸とか海洋丸とか独立行政法人会議教育機構所属の5隻の船が神戸港に勢ぞろいするイベントの取材に行くよう。普段は横浜が本拠地の5隻の船が永遠のライバルの神戸に勢ぞろいするというちょっち珍しいイベントなんじゃわさ。5隻の船のうち一般人がしげしげと間近にリアルに感じられるのは日本丸と星雲丸だけなんだけど、コロスケの影響で船内見学はナッシングなんだよね。海洋丸は第一特定からの見物になるし、大西丸と銀河丸もポートターミナルに停泊してるんだども、一般ピーポーは船内には入れないじゃわさ。アフターコロナの新時代の新しい生活様式でイベントごとでも密にならない工夫ってことで、神戸市は練習船5隻同時入港記念オンラインスタンプラリーを開催してるよ。じゃあ早速日本丸から見て回るよ。この日本丸は2代目で、初代は神戸の永遠のライバル横浜で大切に保存されてるわさ。そのお話は後回しにして、まずは1枚お写真するよ。やはりコロスケの影響なのかな、ギャラリーが全然いないよね。むしろあんまし人がいなくてラッキーじゃね。日本丸の愛称は太平洋の白鳥なんだよ。本当に美しい姿だよね。姉妹船の海洋丸の愛称は海の貴婦人なんね。まるであたいみたいな愛称だわさ。マキシスクーターの貴婦人だもんね、わらわら。現在の日本丸は2代目で、1984年に就航してるよ。帆船なんだけど、実はダイハツ製のディーゼルエンジンも搭載されているよ。実は初代日本丸にもディーゼルエンジンが搭載されてて、初代のエンジンは日本丸の中で54年間も働き続け、地球一の稼働時間ってことでギネスブックにも掲載されてるだべさ。そんな優雅な姿の日本丸だども、初代日本丸はなぜか横浜のみなとみらい21の日本丸メモリアルパークで横浜市民の力で大切に保存されてるわさ。初代の生まれ故郷はここ神戸の川崎造船所神戸工場なんだけど、なんでだか現在はライバルの横浜で展示されてるんだよね。先代の日本丸の誘致ではもちろん神戸も名乗りを上げたんだども、横浜の方が神戸より市民の熱意もあって、83万人の署名活動とか活用計画のプレゼントかで上手だったんだわさ。ではお次に姉妹船の海洋丸を見に行くよ。日本丸とは外観とか本によく似ててパッと見はわからないだべさ。日本丸も海洋丸も初代の生まれは神戸だけど、2代目になると日本丸、海洋丸ともに住友重機械浦賀工場生まれなんだよね。で今初代日本丸は横浜のみなとみらいで保存され、初代海洋丸は富山県射水市の港オアシス海洋丸パークで保存なんね。あれ、なんかキス FM 神戸の収録してるよ。ちょっち見てみようよ。はい、キス FM 神戸を聞きの皆さん、おはようございます。あかりちゃん、かわいいアッターでおなじみ。
キズナあかりです。今朝は神戸港に帆船日本丸と海王丸が来ているってことで取材に来ました。とはいうものの、キス FM 神戸からすぐ近くのメリケンパークなんですけどね。今私は第一突堤にある神戸港温泉連山の裏からお送りしてますが、海を挟んで第二突堤には海王丸を見ることができます。第一突堤には姉妹船の日本丸が現在停泊してるんですが、皆さんこの2隻の姉妹船の見分けってできますか？私も初め見分けがつかなかったんですよ。でも船に詳しいキス FM 神戸のスタッフさんに見分け方のコツを教えてもらえたので、キスナーの皆さんにもお教えしますね。一番単純な見分け方は救命ボートの色です。日本丸はオレンジ、海王丸は白なんです。次の見分けポイントは船体の帯のカラーリング。濃い青色なのが日本丸、水色なのが海王丸なんですって。比べてみたらやはり雰囲気が少し違いますよね。あと船面の色の見分けポイントなんです。海王丸は黒なんだけど日本丸は金色なんですね。テレビでないからお伝えするのが難しいですけど、お分かりいただけましたか？日本丸は今日10月3日土曜日お昼の2時に出港してしまい、横浜に帰ってしまいますので、ぜひメリケンパークまで足を運んでくださいね。それではこの後はお天気情報と交通情報です。あの小娘にあたいたちの仕事ほとんど取られちゃっただわさ。それもいいじゃない。てかあかりちゃんにも僕たちの活動写真に出てもらうようにオファーしようよ。マジで言ってるん？ボイスロイドは Mac では動かないんじゃがね。大丈夫大丈夫、ボーカロイドは Mac でも出演できるから、似たようなボイスロイドもなんとかなるよ。ボイスロイドとボーカロイドは違うじゃがさ、どうやって出演依頼するんね。大丈夫大丈夫、以前ゆっくり霊夢やマリサも Mac で出演してもらったから、ボイスロイドアイドルのあかりちゃんもなんとかなるよ。なぎそ駅に着いたじゃがね。てか今流れてる青春白書な音楽って何なんだよ。旅行前僕が女子に振られた直後なのに青春オカパリピなミュージック流しちゃってさ。違うだべや、デートの相手でなくて出演依頼したボイスロイド業界の人気アイドルだべさ。そのアイドルボイスロイドの子なんだけど、同僚だかマネージャーだかがコロスケ感染したとかなんとかでさ、音屋さんに感染させてはいけないとかで、その子陰性なのに外出自粛しちゃったんだよ。多分そのボイスロイド女子、音屋には初めから興味ないんだべさ。ぐっすんだよ。いつまでもぐしぐししてないで SL の解説でもして気分転換するじゃがさ。そうだよね、いつまでも引きずってないで心のリハビリも兼ねてガッツし解説するね。なぎそ駅の SL は D51 って言って日本で一番多く製造された蒸気機関車だよ。活躍の舞台は日本のみならず台湾やサハリンにまで広がったんだよ。ちなみに中央西線ってなぎそ駅だけでなく木曽福島駅や奈良井駅近くにも SL が生態保存されて展示されているよ。今では復活した D51 もあって JR 東日本の498号機と JR 西日本の200号機が本線で元気に運用についているよ。あっ、音やその D51 の351号機の陰に隠れているスイカのヘルメットをかぶった可愛い子ちゃんは誰なんね？あかりちゃん、